8人による優勝決定トーナメント、残ったのは東から栃丸、西から宇良です。東方栃丸、栃丸が西方小太郎を突き落とし、そして栃飛龍、同部屋の栃飛龍を引き落としで破りました。そして宇良は同部屋の浜口を足取りで破り、今照強を押し倒しで破りました。ともに今日3番目の相撲ということになります。突き押しの栃丸、食いついて中に入りたい宇良。この取組の解説は元青木山の枝川親方です、はい、枝川さん、はい、ポイントを一つ、やっぱり栃丸はね、もう中に潜らせたくないし、はい、突き放して聞きたいでしょうね。潜らせないで、ないでですよね。勝った方が幕下優勝です。今場所は中日に対戦して栃丸が宇良を破っています。その時は叩き込みでした。この手続き両者動いた。さあ栃丸が前回と同じように突っ張り、中に入れない。宇良は様子を伺う。栃丸の細かい突っ張り、宇良の入れ字、栃丸入れました、叩き込み、栃丸幕下優勝。しかし館内を沸かせました。ね、幕下決定戦で本当にお客さんが喜んでくれたら嬉しいですよね。やっぱり中に入れさせなかったのが勝因ですよ ね、 ですね、はい、決まり手は突き倒しです。宇良なんとか耐えたんですが、幕下優勝ならず。さあこれで幕内を除く各段の優勝が決まりました。十両は今日英乃海が優勝を決めています。さあ今の一番です。細かい突っ張りで中に入れさせないようにしてますよね、はい、栃丸。やはりその細かさが良かったんでしょうか。細かさがいいんですよ。まあ押されることはないと思ってると思うんですよね。なるほど、はい、このいなしどうなったのか、うまかったですけどね。優勝力士の表彰式であります。宇良最後は土俵に、いやでもいい相撲ですよね。押されました、はい、はい。